直検視。はい、お願いします。この前さ、モーツァルトのジュピターっていう曲を三剣美写この BGM に採用したんですけど、結局ちょっと戻っちゃいましたね、これにね。というのはですね、あの動画を公開した直後に、なんかさ、著作権の申し立てとかいうのがあって、ミノガコイ、そのちょっとこうしてきますか。これさ、飛車回って歩打つんですけど、特に問題ないんじゃないの。こうどうしようかな。どうしようかな。これ2分30秒、まあ、かわしとくのは普通なんですけど、こういうちょっとショット、あ、でもな、一回かわしか。あ、上をかきつけこう。まあ一回銀上がっとこう。まあ受けとこう、めんどくさいんでね。しかし6四歩から角の頭狙われますね、これはね。まあ攻められた筋に飛車を回すのはね、上等手段という感じはしますけどね。これはもうどこかで飛車をさばこうっていう狙いなんでしょうけど、ただ別に、まあ、これ引いといて、ここですかね。あ、でもちょっとまたこうオフされるか。これはこれ同歩で、で走っちゃったらどうなる。でもまた銀引くのか。あるいは、それでもうそう、これやっちゃうよ、これってバシンと。2分。まあ取りますよ、ね、銀取るしかないんですけど、一回これやってからの、まあ一回払いますか。さあ、あとは時間勝負という感じですね。ここですね、まあ、これ一回桂馬をピシッと跳ねることによって竜を利かせつつ攻めも狙ってるというね。これは3六歩狙ってるんでしょうけど、別に3六歩されたところでどうなるのって話ですね。これは露骨に攻めていっていいんじゃないですかね。同金なら同桂なりですかね。ならずもあるけどなりですかね。これね、ならずが目につくんですけど、私の場合なりがいいですね。なりの方がなんとなく安定的というか、もうこんなの無視じゃないですかね。竜切って詰めばいいけど、詰まないか。竜切りはさすがにまだ詰まないか。2二玉の1分30秒、これが詰めろ、まあ、詰めろっていう、わざわざね、詰めろってさ、声かけるとなんかちょっと偉そうですよね。大手とかさ、大手とかなんかかっこ悪いじゃないですか、初心者で。でも詰めろっていうことさ、腕を上げたんじゃない。そう、腕上げましたよ、腕上げました。あの、詰めろ詰めろとかね、詰めろ逃れの詰めろとか、そういう言葉を言うとなんか強そうに見えるんですよ。まあその強そうに見せた方がいいのか、それとも弱そうに見せた方がいいのかっていうのはね、議論の余地がありますよね。弱そうに見せることによって相手を油断させるという効果もあるかもしれませんけど、強そうに見せることによって自分の手に信用を持たせるっていう、そういうことなんですよね。どういうことかっていうと、何か歩を突き捨てた時に信用されてると、普通あの単純に同歩って取られ、なんていうの、信用されてると相手は考え込むんですよ。でも信用がないと、なんでただじゃんっつってね、取られちゃうわけですよ。だから将棋の場合はどちらかというとね、自分を強く見せた方が有利なことが多いと思いますね。強く見せておくと、別になんかちょっと苦しい局面でとりあえず歩を叩いておこうとか、歩を突き捨てていこうっていう時に相手が手抜いてくれる可能性がありますので、手抜いてくると取り込んで優勢になるっていう、そういう場合もありますのでね。おまじないみたいな、そう、おまじないの歩とかね、そういう取られて何でもないような、そういう手がね、結構有効になっちゃう場合があるんですよね。だから逆に私は相手を信用せずに、ただの駒はね、基本的に全部取るようにしてますね、で、この前さ、モーツァルトのジュピターって曲をさ、その BGM に使ったんですけど、動画公開したらさ、なんか著作権、権利者がなんか権利をしん、なんか申告しましたとかいう、そういうなんかメールが来て、その別にその動画自体は別に削除しなくてもいいけれども、動画には広告が表示されて、その広告収入はその権利者に行くぞみたいな、そういう内容だったんですよ。で別にアカウントに停止とかね、アカウントにペナルティとか、そういうのはなかったんですけど、ちょっとなんか気持ち悪いっていうか、別に広告収入は別にどっちでもいいんですけど、なんか
ょっと気持ち悪いんで、やっぱりその別の CD の、ね、音源使うのはやめとこうかなって思ってますね。月下の騎士はね、ちょっと大丈夫だったんですけど、あれもどうなんですかね。でこの前さ、そのこの前っていうかさ、以前ね、YouTube で好きな歌ランキング100っていう動画を公開してたんですよ。自分の好きな歌をランキング形式で紹介するっていう、そういう動画なんですけど、まああれは動画っていうよりもね、動画というか音楽というよりも、むしろ紙芝居でその自分の撮った写真を見てほしいっていう、そういう意味もあったんですけど、たださ、その一応 CD の音源使ってるんで、ちょっとこれもしかしたらなんか著作権とかちょっとまずいのかなと思って、結局消してしまったんですよね。まあ特に向こうから何かさ、それちょ違反ですよみたいな、そういうなんていうの、お達しはなかったんですけど、ただなんか怖いですよね、なんかね、 Google とかいきなりアカウント停止とかになるかも、してくるとかいう噂も聞きますから、やっぱりちょっとあんまりさ、スケール隙を与えない方がいいかなとか思って消しちゃったんですよね、うん。まあ、もちろんその CD の音源使ってるって言っても全部は使ってないんですけどね。例えばその旅立ちの日々っていう歌だったら、そのほんの一部分、歌全部聴けば5分ぐらいあるけど、その中の20秒とか、20秒もないかな、15秒とか、そのぐらいしか使ってないわけですから、著作権は侵害してねえよっていうのは常識的にはわかるかもしれないけど、 Google にはそれが通用しないっていう、そういう一面もあるじゃないですか。だからちょっとね、怖くてなってね、うん。だってさ、この前さ、その歩行動画アップしたらさ、歩行動画撮影中にその街中でさ、流れてきた音楽があったんですけど、なんか音楽流れてきたんですよ。で、なんかその、なんていうのかな、なんかその音楽に著作権があるとか言って、なんかそれもなんかさ、注意みたいな感じで表示されたんですよ。まあ、もちろんそのアカウントにペナルティとかそういうのなかったんですけど、街中で流れてきた音楽にまで著作権、そんなのありかよと思いましたけどね。じゃああれなんですかね、そのなんかこの前さ、そのニュースでなんか CM ソングのワンフレーズとかね、 CM のなんていうのか、企業が作った音楽のワンフレーズとかにも商業登録ができるようになったとかいうのあったじゃないですか。例えばなんだろうな、なんだろう、ムヒとかかな、なんかムヒっていう塗り薬あるじゃないですか。ちょっとその辺が商業登録されてるかどうかちょっと詳しいことは知りませんが、チョコレートロッテとかさ、わかんないけど、そういう、なんていうの、そういうちょっとしたワンフレーズのね、メロディーとかにもなんか商業登録できるようになったとか、そのメロディーとかを別の会社とかが使っちゃいけなくなったとかいう、なんかそういうのがニュースでやってましたけど、じゃあさ、そのね、例えば CM ソングとかを私がこの動画の中で鼻歌で歌ったとしても、それも権利が発生して、この動画は、なんだ、明治の広告、明治が権利を持ちましたとか、そういう話になるんですかね。自分が作った動画なのに、なんか自分がその明治のコマーシャルソングをちょっと口ずさんでしまった結果、この動画は明治に支配されてしまったとかさ、そういうことが起こり得るんですかね。その CD の音源とか一切使ってないって、流れてきちゃった音楽にまで著作権が発生するとかいうのだったらさ、なんか著作権にもなんか暴走が過ぎると、なんかちょっと暴力的なとこありますよね。もちろんね、著作権守るっていうのはそれは最もなことですよ。なんかそのほら、ニコニコ動画とかでさ、中国のなんかさ、作曲家がさ、日本の歌をさ、完全に真似してさ、作って自分の歌だって言ってさ、発表しちゃってさ、お、これ思いっきりパクリじゃねえかっていう、そういう動画があったじゃないですか。なんだっけ、上海万博のやつとかさ、あとこのままこのままの君でいてっていうさ、日本の歌をなんか中国の作曲家がさ、なんか自分が作曲したみたいな感じでさ、なんか中国語で替え歌みたいなの作って自分の名前で発表したって、ああいうの明らかにさ、著作権侵害だと思いますけど、でもさ、その音楽がたまたま街中で流れてきちゃったとかさ、鼻歌でちょっと歌っちゃったっていうだけの動画をさ、向こうの権利になるって言ったとしたら、それはちょっと理不尽だなっていう感じあるんですけどね。だからその辺バランスで難しいところはありますけどね。まあ、そんなところでした。ありがとうございました。